土佐を脱藩して1年、坂本龍馬は今斎藤はじめの偽名で京に潜伏し、覆面の男を追い続けていた。手がかりはただ一つ、東洋を殺した剣、天然理心流。やがて龍馬はその使い手が三風呂と呼ばれる新選組の古参幹部たちだったことを知る。全ては吉田東洋の仇を討つため、苦悩の末龍馬が選んだ道は斎藤をはじめとして新選組へ潜入することだった。たとえそれが兄弟との絆を断つ決断だったとしても、ちょっとどないしたん、大声出して。お客さんがびっくりしてしまうやないの。おかみさん聞いてえな、はじめさんが新選組に入るなんて言うとんのよ。え、それほんまなん？ああ、アホやね。ほらみ、毎日ブラブラしてはったくせに急に何のつもり。新選組ってのはえらく羽振りがいいって聞いてな。見入りはいいし、組の名前を出せば随分融通が利くらしいじゃねえか。まあ確かにそうらしいけど、それにあそこは浪士の集まりだ。腕さえ確かなら身分も関係ない。俺が宿代を稼ぐのにうってつけだ。何言うとるの、あんた宿代のために人切るん？身風呂になんかなったら飽きまへん。身風呂？新選組のあだ名や。昔は身風呂押し組っちゅう名前で暴れ回ってたんや。身風呂押し組。身風呂の野良犬はカモも食い殺すってな。よう噂されたもんや。なんだそれは。なんや、そないなことも知らんの？身分の老子組には最初局長が二人おったな。今の局長さん近藤勇ともう一人芹沢かもいう人。その芹沢さんが近藤勇の一派に殺されたんやって。身内のいざこざか。近藤勇と芹沢かもはどっちが偉いかでいつも言いがみおうてたらしいわ。それで近藤さんは芹沢派の全員を殺してしまったんやと。八つ咲きにしてな。ほんまおっかない話やで。相当危険な連中のようだな。連中は腰に大小刺しただけの野良犬やさかい。はじめさんぼーっとしとるからな。あんたがもし新選組入ったら早死にするだけやで。なあ、あんな野良犬たちの仲間なんてやめた方がええって。野良犬か、随分と嫌われたもんだな。それにうちのお客に新選組がおるなんて噂立ったら誰も寄りつかんようになって商売上がったりやわ。そもそもはじめさん剣術なんてできるん？ま、そこはそれなりにな。じゃあ行ってくる。ちょっとはじめさん。なあ、働く気になったんはええけど、もっと普通の仕事でええやないの。悪いがもう決めたことだ。あんたらには迷惑はかけない。はじめさん、これ以上話しても時間の無駄だ。
あれで結構頑固なとこあるんやな、はじめさんも。このあんた、なあ、金持ってるんやろ？なあ、なんかくれや。ええやろ？聞こえてへんのか？どうせ金持っとるくせに。ちょっと待ちや。逃げんな、ボケ。話しかけませんので。いらっしゃい。
騒ぐな。何？
犯人はお前だ！犯人はお前だ。
犯人はお前だ。おい、あそこ見てくれまへんか。助けてくれまへんやろか。あそこで揉め事起きてて、怖い人に囲まれとる人が。Shoot!
次は負けん。揃えてます。買うてきませんか。おっと、さあ気をつけろや。見てってください。どうぞ寄ってってや。ここか。ご用件は？入隊希望だ。それはそれは、ようこそおいでくださいました。この先を曲がったところで試験を行いますので、どうぞこのままお進みください。そうそう、その前に失礼ですが、お住まいはどちらで？ここは腕さえ立てば素性を問わないと聞いたんだがな。そういう意味じゃありません。あなたの死体の届け先を聞いておきたいんです。何だと？何分荒っぽい試験ですから、人死にが出るのも日常茶飯事でしてね。なるほど。だが俺が死体になることはない。
あんたの世話にはならねえよ。そうですか。それは失礼いたしました。来たか。今日は大量だな。これは後で掃除が大変だ。終わりや。早医者にかかった方がええ。命は助かるやろ。次は誰や。野良犬とはよく言ったもんだな。心配になってきたぜ。半端な腕やから切り落としたまで。あんたも心配なんやったら帰った方がいい。俺が心配しているのは、あんたを切っちまうと不合格なのかってことだ。心配すな。そん時は文句なしで合格や。ついでに二番隊隊長の席も譲ったる。二番隊隊長？俺の席や。新選組二番隊隊長長倉新八。二番隊隊長の長倉。俺から一本取れば合格や。武器は何つこでも構わん。とにかく相手に勝てばいい。流派も武器も関係なし。それが新選組っちゅうところや。さあ、いつでもええ。かかってこい。その前に一つ確認しておきたい。何や。あんた、新選組にはもう長いのか。ああ、結成前からの付き合いや。それがどないして。つまりあんたは新選組の古参幹部、天然理心流の使い手ってわけだな。なんや、目的は新選組やのうて道場破りっちゅうことが。そんなことはない。ただ確認したかっただけだ。そうか。試験なんぞで出す気はなかったが、あんたにはこっちの構えで相手したるわ。これが天然理心流。覚悟はええな。ああ。せyou
長倉さんと渡り合ってやがる。何者だあいつは。俺の天然理心流の攻撃を受けても死なん奴がおるとはな。お前ならここでも生き抜くかもしれへん。何を言ってる。合格や。まだ一本取ってないか。金や権力に釣られただけの半端な腕やったら無駄に死ぬだけ。せやけどお前は違う。新選組によっても生き残るだけの力がある。それを見極めるためにこんな荒っぽい入隊試験をしてるってわけか。新選組は強ないとあかんねえ。強ない奴は遅かれ早かれ殺される。強い奴だけが生き残れる場所、そういうとこなんや。で、俺の天然理心流はどうやったんや。期待に応えることはできたんかい。相当な腕前だな。だが、あんたの剣筋には殺意がない。俺が探していたもんじゃない。うん？いや、気にしないでくれ。独り言だ。新選組に入ったからには、もっといろんな古参幹部連中に剣の稽古をつけてもらわないとな。名前は？斎藤はじめだ。斎藤か。取ってつけたような名前やな。歓迎するで。新選組はいつから青春活劇の舞台になったんや。甘いなあ、新八ちゃん。甘々や。掃除。掃除って、あの。せや、わしがあの、一番隊隊長、沖田掃除や。聞いてた噂と随分違うんだな。あ？その面のどこが美少年だ。はあ、今度の新入りは目が悪いの。試験はもっと厳しくせなあかんで。そないなことしてたら全員死んでしまうやろ。これは入隊試験なんや。実力が分かればそれでいい。そうかいな。ほんまの実力ってのはもっと追い込んでから分かるもんちゃうか。それをやった結果がその血の羽織やろ。俺には人を斬る趣味はない。何をアホなこと抜かしとんのや。刀は人を斬るためにあるもんや。人が斬り通って斬り通ってしゃあない。それが剣士の本音なんちゃうか。俺は近藤局長の理想を実現したいだけ。そっか。せやけどこないな上物、わしやったら絶対もっと追い詰めるんやけどな。ほう、やるやないか。何をやっとるんや。もう試験は終わったんやぞ。ええやないか。ちょっとや、ちょっと。兄ちゃん、わしの理心流は一味ちゃうで。そうか。ぜひ味わってみたいもんだな。やめろ掃除。
しの勝ちやな。ふう、引き分け。あ？な。ノエ、納得いったか、ソウジ。何も言や、こいつ。そこまでだ。副長。新選組副長の土方歳三と申します。斎藤はじめさんですね。ああ。長倉との試験試合、そしてこの狂犬とのやり取り、一部始終拝見させていただきました。そこであなたに折り入ってお話ししたいことがある。なんだ。このような場所ではなんです。今晩祇園の椿楼という料亭でお会いしませんか。二人きりで。わかった。それでは後ほど。結構やるやないか、兄ちゃん。あんたもな。だが、まだ勝負はついてない。なんなら続きをやってもいいんだぜ。ふん、やめややめや。今日はどうも調子が出えへん。仕切り直しや。ほんな。いろいろ無礼をしてしもたな。うちの狂犬が。いや、構わない。だができれば最後まで手合わせ願いたいところだった。奴の剣は俺の力で押す剣と違う。速さで圧倒するもんや。掃除の離心流はどうやった。まだじっくり見せてもらったわけじゃない。だが可能性はあるな。何の話？いや、俺が勝つ可能性もあったなという話だ。そりゃどうやろな。ん？掃除の本気はあんなもんちゃう。本気やったら今頃あんたの首に穴が開いとるはずや。カモさんのようにな。カモさん？前にもう一人の局長やった芹沢さんのこっち。芹沢かもか。確か身内に八つ裂きにされたとか。それじゃあ沖田がその芹沢を切ったってことか。さあな。お前は知らんでもよいことや。俺もつまらんこと言うだろ。とにかく沖田総司は新選組の一番隊の頭を任される男や。その男にあんたはどうも気に入られたらしい。ふん、喜んでいいのか。いや、あいつは腕の立つ男と見ると仲間だろうがその地で自分の羽織を染めたがる。あんたもせいぜい気ぃつけるんやな。起きた掃除か。
送しやすい。お得やで、見てってよ。こっちもええな。どうぞ見てってください。お得ですよ。旦那、どうですか？上旦那が揃ってますやろ。ようこそいらっしゃいました、斉藤さん。随分な歓迎だな。俺の席がないようだが。ご心配なく、席は別の部屋に用意してあります。この座敷は今から血で汚れることになりますから。天然理心流にご興味がおありのようで。ああ、だがただの好奇心だ。気にしないでくれ。理心流は江戸市営館のみに伝わる田舎流派、北新一刀流、新道無念流といった主流派とは違い、
知っている者も少ないはず。何の真似だ。この男も沖田や長倉と同じ天然理心流の優秀な使い手です。今からこの男と殺し合っていただきたい。何だと。新選組の任務の大半は殺しです。その際、義理や情に流されて斬ることをためらえば、自分が相手に斬り殺されてしまう。私はあなたの心の弱さが心配なのです。だから真剣な殺し合いをして試させてもらいたい。たったそれだけのために殺し合いというのか。ええ、たったそれだけのことが重要なのです。新選組に入るためにはね。斉藤さん、この男に殺しへの躊躇はありません。あなたもそのおつもりで。やむを得ないようだな。ええ、どちらかが死ぬまで立ち会っていただきます。では、はじめ。Here!
程度か。勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。言ったじゃないですか、どちらかが死ぬまで終わらないと。だがご安心ください、この男どちらにしても死ぬ予定だったんです。先日組から脱走を図りましてね、ハットにより処刑することになっていたんですよ。なんだと。ですがただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。誰なんだその男は。総長兼三番隊隊長山並圭介。私にとっても市営官道場以来の友人です。彼にはもしあなたを殺すことができれば命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは命がけで戦った山並に勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ。いや実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。何なんだそれは。この山並の穴、三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。俺に隊長を。さあ無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか。斎藤はじめ君。